はい、じゃあ道中の案内歴見ておきましょう。これが下の桑名からですけど、ずーっと登っていって、まあ、この電車が大垣まで行くと。でそこから先、まだ伊吹まであるんですけど、基本的には大垣で全部折り返して、桑名大垣間と大垣から伊吹間で運転すると。で大垣の駅もターミナルになってるらしいですからね。そこもまた見どころです。さあよし、お待たせいたしました。養老鉄道をご利用いただきありがとうございます。この電車は大垣駅です。この電車はワンマン運転です。次はハリマです。次の春までお降りのお客様は乗車券を待合所に備え付けの乗車券箱に置いてもらいます。なお乗車券をお持ちでないお客様は一番前の新箱で精算願います。また各車両に優先座席を設けております。ご協力をお願いいたします。Thank you.
でってことでね、大垣駅までやってきましたよ。さっと来ちゃいましたけどね。この列車はこのまま折り返して西大垣行きになるしですね、まあ、西大垣に車庫があってっていうことなんですけど、要は回送運転するぐらいだったらもう西大垣まで一応営業運転をしようというような感じなんでしょうね。ってことは一回外に出ようかな。ただ西大垣行きっていう別に行き発揮表示幕はあるわけじゃないみたいな。ちょっと時間だけ確認したいんですけど、ちょっと飛び行きが次が、まあ、これに出たら西だとは西大垣行きみたいですね。一応そういう行き先があるみたいで、次が6分26分40、あでも1時間3本あるんや。20分に1本来るんですね。ああよし、じゃあいいか。郵便局立ちましょう。あすいません、はい、さてと、ってことやってきました。大垣駅ってことでね、今が8時35分ってことで、今1時間20分、まあ大体80分ぐらいかね、ノイトしてで8時35分だから次何分、8時46分か46、あまあまああと10分ちょい来るんか。地先に駅前表示やっておきます。まあ大垣駅もでかい駅ですからね。まあ陽動鉄道に JR の東海道線があるにとって、まあ名古屋方面とかにも行きやすいですし、で改札とかで結構本数も多いで、ここはですから結構いろんな路線が乗り入れてきてまして、ちなみにバスは名阪近鉄バスなんですね。なぜか近鉄バスが強いんですね、この辺り。まあまあまあ、近鉄も来てたから当たり前ですけど、こんな感じでね、まあ、いろんな路線が入ってきてるんですよね。で、でこんな感じで養老鉄道がわーっと来たって、こっち側は先にも養老鉄道がある。これはまたちょっと後で説明しますけど、で、東海道線があって、まあ、これも東海道本線なんですけど、ここに美濃赤坂駅って、またこれね、鉄道業界では有名なところがあって、で、ここに向かう電車も、これは大垣駅から、これ大垣からを、美濃赤坂と、またローカル線みたいな使い方で、東海道本線になってますけど、ね、で、ここから先はまた貨物線がいろいろと分かれとったりとか面白いですし、また、反対側に見てみると東海道本線特別で垂水鉄道っていうまたね別の鉄道会社が走ってるってんで、まあ結構いろんなね要素がぎゅうぎゅうに詰まっているという、これが、JR、大垣駅ということですね。大垣自体も大きい町ですし、ね、私の中で、大垣っていうと富田屋のイメージがすごく強いんですけど、よいしょ、ある駅がこっちの方に回ってあるんですけど、でまた駅の、ね、構造を説明するのに、こっちがね、こっちでちょっと分かりにくいですけど、この地図やと分かりやすいですね。この養老鉄道の大垣駅がこうスーッと入ってきて、でまた別でスーッと線があるという形になってますよね。これ一つの線になってないというところがミソになってましてね、この駅でね、折り返しをするわけでもなくですね、ここまでの電車はまたこっちからまた桑名の方に行って、で、また伊比方面の電車こう戻ってきて、また伊比方面の方に向かっていくというね、変わったね、運用をやってまして、ですね、ここが、ですので、本当にターミナルなんですよ。ターミナルの中のターミナルになってるというね、まあ、大垣駅自体が、まあ、岐阜ではなかなか大きなターミナル駅でもありますし、まあ、周りもね、こんな感じでバーッとありますし、銀行もね、大垣協力的銀行って言ったら有名ですからね、岐阜ではね、16銀行か大垣協力かっていうふうにね、勢力を持っていると。さあ、で、切符売り場の感じとかは、近鉄時代の流れをすごく感じますよね。よし、もうささっと、伊豆方面向かってこと。あ、すみません。手洗いだけ借りたいな。ここか。あ、それ。まあ、行き先表示も何本出てね、これが西大垣行きになる。で、ね、うちとしたら、やはり、これをやらないわけにはいけません。ということでね、
なかなかこれ見応えあるでしょ。こう来てずっと来て、ここターミナルってわけですね。さあターミナルで、なかなかターミナル感強くて、こっちもねずらーってね、あの行き止めの、ね、車止めのやつがずらーっと並んでる。ただこっちから奥は、JR のはずです。こっちの手前1個だけですかね。これが近鉄、ね、あ、養老鉄道のやつ。ちなみにね、期間はね、あの熊野から見るとね、標準期の近鉄があって、で JR が狭期でね、じゃあ近鉄で、ね、旧近鉄の養老鉄道は、どっちなのかっていうと標準期なのかって言ったら、実はこれ狭期なんですよね、養老鉄道。なんでこんなことになってるかっていうと、まだこれもまた面白いんですけど、もともとね、あの近鉄の名古屋線は狭期でしたと、ね、その流れでこっちも狭期で作ってましたと。ところが近鉄の名古屋線は、標準期に買いましたよと。でその時にね、例えばあの近鉄の米山線なんかはね、あれはもともとナローゲージだったのを、もう標準期、ナローゲージから標準期にぐいっと広げてね、それで、今の運用になっておるというようなんですけど、こっちの方はそういうことはせずにそのまま狭期のままであったと。なんか貨物輸送とかなんか噛んでたんですかね、ちょっと分かりませんけど、私あまり詳しいことは。で、あ、ちなみに、いう流れで実は狭期のままでありますと。あ、こんな感じになるんだ。こんな面白い、これ面白いな。こんな感じで塩書き、やっあんまり言っちゃなんですけど、やっつけ感すごいですね、これ。まあ、とりあえず、にし、ね、改装にするのももったいないしって感じでしょうかね。面白いですね。こんな感じ、線路がブツブツ切れておいてあるっていうのも面白いですし。で、ここが構想ね、さっきターミナルって言ってたじゃないですか、こっち側にもターミナルがあるわけなんですよ。これが桑名方面のターミナルってことで、ダブルターミナルなんですね。ダブルターミナルですし、向こうは向こうで美濃赤坂行きの、ね、普通ですが2両編成が止まっています。でその横からは手前には大垣止まりですけどね、東海道本線でした。こっちはもう一番引きになってやってくると、いうふうに話をしておると列車がやってくるってわけなんですね。全面展望なんですけど、あの結構サイクルトレインの案内とかね、あのちょっと土地のやつでも出してますけど、ね、あのマークが入ってるんで、あの意外とあのかぶりつき席というんですか、あの真ん前のところのね、景色、全面展望はね、いやいやちょっと良くないかなと思うんですけど、でもあのね、真ん中のところが広くなってますからね、そっちの方から覗けば十分ね、全面もお子様でも全面展望を楽しめると思います。やっぱ小さいお子さんはね、一番前の見えるところ好きですよね。私も好きでしたからね。大垣行きがやってきました。こんな感じで伊比方面からもまた大垣行きとしてやってきて、これをまた折り返して伊比方面の方に向かっていくと。結構乗ってますね。ここでアクセスをしていくんですね。さちなみに養老など桑名方面と JR 線鳴海鉄道線は乗り換えです。面白いです。 JR 線乗り換えたこっちからこうやって切り替えた JR 線の関係者が一番の関係です。ずーっと行ってで、まあ今西洋学が出てますけど、そうするとまあ一応あそこで、こっち側に入ろうと思えば入れれるというようにはなってますんで、まあ最悪直行運転、ただこれは伊比側からの直行運転はできるけど、大垣からの直行運転はできないよねって。なんでこんな構造なのか、多分単純にあの車庫に入れるためなんでしょうね。西大垣の車庫に。で、伊比行きこんな感じ、こんな感じ、また伊比行きですよ。ちゃいましょう。でも意外と本数があるんでいいですね。さあ、あ、車両貸し切りだ。